森鴎外作青年朗読その第51回第21章続きから。しばらくして大村は突然立ち上がった。ああもう行こう。君はこれから何をするのだ。何にも当てがないのです。とにかくそこいらまで送っていきましょう。午後2時にはまだなっていなかった。大学の制服を着ている大村と一緒に純一は初音町の下宿を出て団子坂の通りへ曲がった。角ごとに立てた竹に松の枝を結び添えて横に一筋のしめ縄が引いてある。酒屋や青森屋のにぎやかな店に混じって商売柄でかきれいに障子を張った表具屋のひっそりした家もある。どれを見ても年の改まる用意にいくらかの殉職を加えて店に立ち働いている人さえ常にない活気を帯びている。この町の北側に間口の狭い古道具屋が一軒ある。谷中は寺の多いところだからでもあろうか、朱漆のところどころに残っている木魚や五分の剥げた木像が古金と数の揃わない茶碗小皿との間に並べてある。天井からはワニ口や径が枯れた釣り忍と一緒に下がっている。純一はいつも通るたびにちょいとこの店を覗いて過ぎる。掘り出し物をしようとして骨董店の前に足を止める老人の心持ちと違うことは言うまでもない。純一の覗くのはある一種の好奇心である。国の土蔵の一つにガラクタ道具ばかり入っているのがある。何に使ったものか見慣れない器、かけ損じて何の片割れとも知れない金くずや木の切れがある。純一は小さい時終日その中に入って何を探すとなしにそのガラクタをかき混ぜていたことがある。亡くなった母が食事の時純一がいないというので探してその蔵まで来て驚きの目を見張ったことを覚えている。この古道具屋を覗くのはあの時の心持ちの名残である。一種の探検である。錆びた鉄瓶、焼き継ぎの跡のある皿なんぞがそれぞれの生涯のルギュイヌを語る。今日通ってみても周囲の影響を受けずにいるのはこの店のみである。純一が古道具屋を覗くのを見て大村が言った。君はいろんなものに趣味を有していると見えるね。そうじゃないのです。あんまり妙なものが並んでいるので見て通るのが癖になってしまいました。頭の中があの店のようになっている人もあるね。二人はたわいもないことを言って山岡鉄舟の建てた前哨庵の酒楼の前を降りてゆく。この時下から上がってくる女学生が一人大村に会釈をした。うつむけて歩いていた庇の乱れ髪をちょっと横に傾けて稲妻のように速い鋭い一別のもとに二人の要望、態度、性格をまで見たかと思われるくらいであった。大村は覚悟を脱いで倒礼した。純一はただ女学生だなと思った。手に持っている中身は書物らしい紫の包みの他には喉の下と手首とにリボンでくくったシャツや袴のすみれ色が目に留まったに過ぎない。実際女学生はあまり人と変わった風はしていなかった。着物は新大島、羽織はそれより少し粗いかすりである。袴の下に巻いていた藤紫地に赤や萌木で模様の出してある友禅ちりめんの袴下の帯は
純一には見えなかった。シャツの上に重ねた襦袢の白襟にはだいぶ油垢がついていたが、こういう反対の方面も純一には見えなかった。しかし純一の目に強い印象を与えたのは、琥珀色の薄皮の底に表情筋がついて見えるようなこの女の顔と、いかにも鋭敏らしい眼差しとであった。どういう筋の近づきだろうかと純一が心の内に思うより先に、大村が妙な人に会ったと独り言のようにつぶやいた。そして二人ほとんど同時に振り返ってみた時には、女はもう十歩ばかりも遠ざかっていた。それから坂を降りてまた登る道すがら、大村が問わず語りにこんなことを話した。大村が初めてこの女に会ったのは、去年雑誌女学会の懇親会に行った時であった。なんとかいう若いピアニストが六段をピアノで弾くのを聞いて退屈しているところへ、遅れてきた女学生が一人会って、椅子がないのでまごまごしていた。そこで自分の椅子を譲ってやってそばに立っているうちに、その時もやはり本を包んで持っていた風呂敷の角のひっくり返ったところに三草と書いてあるのが目についた。その頃大村は女学会の主筆に頼まれて短歌を選んでやっていたが、際立って大胆な熱情の歌をたびたび取ったことがある。その作者の名が三草茂子であった。三草という字はあまりたくさんはなさそうなので、ふいと聞いてみる気になって、茂子さんですかと言うと、ほとんど同時に女が、大村先生でいらっしゃいましょうと言った。それから会話が弾んで、シュシュなことを聞くうちに、大村が外国語をしているかと問うと、ドイツ語だという。ドイツ語をやっている女というものには大村はこの時初めて出会ったのである。懇親会の明くる日、大村のところへ茂子のはがきが来た。またしばらく経つと、ある日茂子が突然大村の下宿へ訪ねてきた。ズーデルマンのズバイ・イリヒトを持ってわからないところを質問しに来たのである。さほど見当違いの質問ではなかった。しかし問わないところが皆わかっているかどうだかということを試してみるだけの意地悪は大村にはできなかった。その次の旅には、ニヒト・ドホというパヴォーテの短編集を持ってきた。まず、ニヒト・ドホは何と訳しましたらよろしいのでしょうと問われたには、大村は少なからずへきへきしたというのである。これを話すとき、大村は純一にこのドイツ特有の言葉を説明した。フランスのポアン・ドゥ・トゥーやナンニー・ダーにやや似ていて、どこやら符合しない言葉なのである。極めて平易に書いた、極めて淡泊な廉価なる喝采を俗人の読者に求めているらしい。タヴォーテのあの巻頭の短編を読んでみれば、多少各家の恨みはあるとしても、前後の文意でニヒト・ドホがまるでわからないはずはない。それがわかっているとすれば、この言葉の説明に必然伴ってくる具体的の例がどんなものだということも分かっていなくてはならない。実際少しでもドイツが読めるとすれば、そのくらいなことは分かっているはずである。それが分かっていて何の下心もなくこんな質問をすることができるほど、茂子さんは安野さんとなのだろうか。それでは高尊王にでも言わせれば、あまりに紫の矢がすりすぎている。それであの人のいつも作るようなほとんど暴露的な歌が作られようか。今の十六の娘にそんなのがあろうか。それともと考えかけて、大村は
それから先を考えることをはばかったというのである。しげ子さんはそれきり来なくなった。大村が言うには、二人は元交互の好奇心から接近してみたのであるが、先方でもこっちでも求むるところのものを得なかった。そこで恩もなく恨みもなく別れてしまった。もちろん先方が近づいてくるにも遠ざかってゆくにも主導的にはなっていたが、こっちにも好奇心はあったから、あらわに動かなかったうちに迎合し誘導した責めは免れないと大村は笑いながら言った。大村がこう言って言葉を切った時、二人は往来から引っ込めて立てた門のある世尊院の前を歩いていた。寒そうなふりもせずに一軍の子供が門前の空き地で鬼ごっこをしている。一体どんな性質の女ですか？と突然純一が問うた。そうさね、歌を見ると情に任せて動いているようで、会ってみるとなかなか駆け引きのある女だ。妙ですね、どんなうちの娘ですか？僕が問いもせず向こうが話もしなかったのだが、後になって他から聞けば、母親は京橋あたりに住まって吉田流のあんまの看板を出しているということだった。なんだか少し気味が悪いようじゃありませんか。さあ、僕もそれを聞いたときは不思議なようにも思い、また君の言う通り気味の悪いようにも思ったね。それからそう思ってあの女の挙動を記憶の中から呼び起こしてみると、星は16でももうあの時にある過去を有していたらしいのだね。やはりその身元の話をした男が言ったのだが、茂子さんははじめ女医になるのだと言って日本医学校に入って男性ばかりの間に混じって随意科のドイツ語を習っていたそうだ。その後何度学校を変えたか知れない。女子の学校では英語と仏語の他は教えていないからでもあろうが、医学校を辞めたと言ってからも男ばかりの私立学校を数えて回っている。ある官立学校でドイツ語を教えている教師の下宿に毎日通って、その教師と一緒に歩いていたのを見られたこともある。妙な女だとその男も言っていた。とにかくプロブレマチックなところのある女だね。二人は魚町の通りへ曲がった。石屋の置き場のあるあたりを通るとき、大村が自分の下宿へ寄れと言って進めたが、出発の用意はないと言っても手紙を二三本はぜひ書かなくてはならないというのを聞いて、純一は遠慮深く断って葬儀屋の角でたもとを分かった。おお、ルボアールの一声を残して狭い横丁を大股に歩み去る大村を、純一はしばらく見送って、夕べの薄絹に次第に包まれてゆく町を追い分けの方へ出た。転倒会社の人足が踏み台を片手に下げて駆け足ですれ違った。第22章。箱根湯本の柏屋という温泉宿の小座敷に純一が一人顔をしかめて座っている。今日は12月31日なので、取引やら新年の儲けやらのためにうちの者は立ち騒いでいるが、客が少ないから純一のいる部屋へはあまり物音も聞こえない。ただ早川の水の音がゴーゴーと鳴っているばかりである。伊藤公の書いた七節の半節をかけた床の間の前にカバンが開けてあった。そのそばに仮土地のアヌクタポ版の洋書が2、3冊、それから大判のオーブン雑誌が1冊出して開いてある。縦にページを2つに割って印刷して挿絵がしてある。これはリ・ルリストラシオン、テアトラアールの北野を、東京を立つときそのままカバンに入れて出たのである。夕べ東京を立って、今箱根に着いた。その足で浴室に行って、きれいな湯を
心よく浴びてはきたが、この旅行をあえてした自分に対して純一はすこぶる不満足な感じを抱いている。それが知らず知らず顔色に現れているのである。大村は金券旅行に立ってしまう。他に友達はない。大都会の年の暮れに純一が寂しさに襲われたのも、無理はないといえばそれまでのことである。しかし純一はこれまで2日や3日人に物を言わずに至って、本さえ読んでいれば寂しいなんということを思ったことはなかったのである。寂しさ、純一を買って箱根に来させたのは果たして寂しさであろうか、ソリチュードであろうか。そうではない。気の毒ながらそうではない。ニーチェの言葉遣いで言えば、純一はアインザーブなることを恐れたのではなくて、ツバイザーブならんことを願ったのである。それも恋愛ゆえだということができるなら弁護にもなるだろう。純一は酒井夫人を愛しているのではない。純一を左右したものは何だと追求してみれば、つまり動物的の作例だと言わなくてはなるまい。これはどうしたって非業も文職をも加える余地がなさそうだ。東京をたった30日の朝、純一はなんとなく気が移してならないのを曇った天気のせいに帰しておった。本を読んでみてもどうも興味を感じない。午後から空が晴れて障子に日が差してきたので、純一は気分が治るかと思ったが、予期とは反対に心の底に潜んでいた不安の塊が意識に上って、それが急激に増長してきて反理性的の意志の叫び声になって聞こえ始めた。その箱根へ箱根へという叫び声に純一は鞭打たれてたったに相違ない。純一は夕方になって急に支度をし始めた。そこらにあるものをかき集めて国から持って出たカバンに入れようとしたが、あまり大きくて不便なように思われたので風呂敷に包んだ。それから東京に出るとき持ってきたラクダの膝掛けを出した。そして上町のばあさんに、年齢に回るのがうるさいから箱根で新年をするのだと言って車を雇わせた。実は東京に至って年齢に行かなくてはならない家は一軒もないのである。あまり出し抜けなので驚いて目を見張っているばあさんに送られて、純一は車に乗って新橋へ急がせた。年の暮れで夜も賑やかな銀座を通るとき、ふと風呂敷包みの不体裁などに気がついて、巴屋に寄って小さいカバンを買って包みをそのままカバンに押し込んだ。新橋で発車時間も調べてみると、もう7時50分発の列車が出た後で、次は9時発の急行である。神津に着くのは10時53分のはずであるから、どうしても適当な時刻に箱根までこぎつけるわけにはいかない。ママよ、行き当たりばったりだと純一は思って、いよいよ9時発の列車に乗ることに決めた。そしてカバンと膝掛けとを駅府に預けて切符を買うことも頼んでおいて、2階の壺屋の出店に上がっていった。まだ東洋圏には変わっていなかったのである。ビュッフェの前を通り抜けて取り付きの室に入ってみれば、ちょうど夕食の時間が過ぎているので一間は空虚である。壁に塗り込んだ古風な暖炉にコークスの火が汚い灰をかぶっていて、ただ電灯だけが景気よくついている。純一は棒とインバネストを壁の陰にかけて、ビュッフェと壁一重を隔てているところに腰をかけた。そして二品ばかりの料理をあつらえて、申し訳に持ってこさせたビールをなめるようにちびちび飲んでいた。初音町の家を出るまで苛立つようであった純一の心が、いよいよこれで汽車にさえ乗れば箱根に行かれるのだと思うと同時に、
刺していた潮の引くようにずっと静まってきた。そしてこんなことを思った。平生自分は瀬戸なんぞの人柄の卑しいのを見て、何事につけても彼と我との間には大した見覚があると思っていた。なかんずく性欲に関する動作は、もし刹那に動いて偶然提供せられた需要を許すか退けるかというだけが問題になっているのなら、それは除すべきである。最初から計画して汚れた行いをするとなると、あまりに卑劣である。瀬戸なんぞは悪所へ行くつもりで家を出る。そんなことは自分はあえてしないと思っていた。それに今わざわざ箱根へ行く。これではいよいよ堕落して瀬戸なんぞと同じようになるのではあるまいかとも思われる。この考えは純一のためにすこぶるフィエルティを損ずるもののように感じられたのである。そこで純一の意識は無理な弁護を試みた。それは箱根へ行ったって必ず堺夫人との関係を継続するとは決まっていない。向こうへ行った上でまだどうでもなる。挙手の自由はまだ保留せられているというのであった。こんなことを思っているうちに、球児がハムエッグスか何か持ってきたので、純一はそれを食っていると一人の女が入ってきた。白球の家庭教師ででもあろうかと思われる痩せた醜い女である。竿のようにまっすぐな体つきをして、引き詰めた側髪の下に細長い首を表している。持ってきたコウモリ傘を椅子に寄せかけて腰をかけたのが、ちょうど純一のいるところと対角線で結びつけられている隅の卓で、純一にはその幅の狭い背中が見える。コーヒーにクレームをあつらえたが、クレームが来たかと思うとすぐに代わりを言いつけてペロリと舐めてしまう。また代わりを言いつける。見る間によさら舐めた。どうしても生涯に一度クリームを食べたいほど食べてみたいと思っていたとしか思われない。純一はなんとなく不気味なように感じて、食べているものの味がなくなった。いわばローマ人の想像していたようなレムレスの一人が群れを離れて入ってきたように感じたのである。これには仏教の方のガキという想像も手伝っていたかもしれない。とにかく迷信のない純一がどうしたことかこの女を見て、旅行が不幸に終わる前兆のように感じたのである。休校の出る9時がだんだん近づいてくるとともに、客がポツポツこの間に入ってきて、中には老人や子供の混じった大勢の組もあるので、純一の車掌はやっと陰気でなくなった。どこかの学校の制服を着た15、6の少年が暖炉の火をかき起こして、みんなここへおいでと言って弟や妹を呼んでいる。誰かが食事をあつらえる。誰かがあつらえたものが来ないと言って小言を言う。喧騒のうちに時間が来て、誰かれとなくポツポツ席を立ち始めた。クレームを食ったワーム・オミニオーツもこの時棒立ちに立って、コウモリ傘を体に添えるようにして持って出て行く。純一のところへは駅夫が切符を持って催促に来た。プラットフォームはだいぶ雑踏していたが、純一の乗った二等室は駅夫の世話にならずに、後から入ってきた客さえ座席に困らないくらいであった。向こう側に細君を連れて腰をかけている男が、帰って一等の方が混んでいるよと細君に話していた。汽車が動き出してから、純一はカバンを開けて風呂敷の中を探して本を一冊取り出した。青い鳥と同じ体裁の青表紙で、アンリー・ベルンスタインのル・ブオリオールである。つまらないものということは知っていながら、
俗受けのする脚本のドラマらしいよりはむしろ演劇らしいところを参考に見ておこうと思って取り寄せて、そのまま読まずに置いたのであった。象牙の紙切り小刀で初めの方を少し切って、表題や人物の書いてあるところを翻して第一幕の対話を読んでいる。気の利いた軽い、ただ骨折らずに筋を運ばせてゆくだけの対話だということがすぐにわかる。退屈もしないが興味をも感じない。二三ページ読むと目がだるくなってきた。明かりが悪いのに黄色を帯びた紙に小さい活字で印刷してあるファスケル版の本が汽車の振動につれて目の前でチラチラしているのだからたまらない。大村が活動写真は目に毒だと言ったことなどを思い出す。おまけに隣席の商人らしい風をした男が無遠慮に横から覗くのも気になる。読みさしたところに指を一本挟んで閉じた本を膝の上に乗せたまま、純一はしばらく向かいの窓に目を移している。汽車は品川にちょっと寄ったきりでずんずん進行する。闇の内を折々どこかの灯火が流星のように背後へ走る。たちまちやや大きい明かりが窓に迫ってきて、車ははためきながらある小さい停車場を通り抜ける。純一の想像には何の動機もなく、ふいと故郷のことが浮かんだ。おばあさまの手紙は定期刊行物のように決まってくる。書いてあることはいつも同じである。故郷の時は平等に同じ姿に流れてゆく。こちらからお返事をするのは時速がある。書く手紙にも長短がある。しかもそれが遅くなりがち、短くなりがちである。優しく親切に書こうとは心がけているが、いつでも紙に臨んでから書くことのないのに当惑する。ぼんやりした補足しがたい本能のようなもののほかには、おばあさまと自分とを結びつけている内生活というものがない。しかしこれは手紙だからで、かえってお目にかかったらお話をすることがないことはあるまいなどと思う。こう思うと新年には一度帰れと二度も続けて行ってきているのに、この汽車を構図で降りるのがなんだかすまないことのようで、純一は軽い両親の呵責を覚えた。隣の商人らしい男が新聞を読み出したのに促されて、純一はまた脚本を開けて少し読む。女主人マリー・ルイーズの金を欲しがる動機として、裁縫や馬券の勘定にかさむことなぞが官能欲を隠したり表したりする夫との対話のうちにそっと投げ入れてある。冒険と性欲との二つをないまぜにして人を産ませないように筋を運ばせていくのが作者の唯一の手柄である。舞台に注ぐ目だけは産まないだろうということが想像せられる。しかし読んでいる人の心は何らの動揺をも受けない。つまりこれでは脚本というもののテアトラルな一面を純粋に発展させたようなものだと思う。目がむずがゆいようになると本を閉じて外を見る。汽車の進行する向きが少し変わって風が煙を横に吹きなびけるものと見えて、窓の外の闇を火の粉が彗星の尾のように背後へ飛んでいる。目が治るとまた本を読む。この脚本の先が読みたくなるのはちょうど探偵小説が後を引くのと同じである。金を盗んだマリー・ルイーズが探偵に見表されそうになった途端に、この女に化粧している青年フェルナンが罪を自分で引き受ける。幽門の雲はたちまち婿の青年と金を盗まれた両親との上に覆いかかる。それをよそに見てあまりに気軽なマリー・ルイーズは寝屋に入って夫に戯れかかる。
火に拒み、陰に促して、女は自分の寝支度を夫に手伝わせる。半ば飲み、半ば吐く対話とともに、女の身の皮は、破綻なを剥ぐごとくに、一枚一枚剥がれる。所詮、東京の劇場などで、演ぜられる場ではない。女の髪入れが出る。お前は生涯、俺の写真を持ち回るのか？ええ、生涯持ち回ってよ。ちょっと見たいな。いじっちゃ嫌。なぜ？どうしても嫌。そう言われると見たくなるな。すぐ返すのなら。返さなかったらどうする？生涯あなたに物を言わないわ。血とおぼつかないな。私迷信があるの。それを見られると。変だぞ、変だぞ。その熱心に隠すのが怪しい。開けないでくださいよ。開ける。真男の写真を拝見しなくては。こんな対話の末、紙入れは開かれる。大金が出る。蒸し暑い恋の言葉が氷のように冷たい嫌疑の言葉になる。純一は目の痛むのも忘れて、ブレジルへやられる青年を気の毒がって、マリー・ルイーズが白状するところまで一息に読んでしまった。そして本をカバンに投げ込んで、馬鹿にせられたような心持ちになっていた。まもなく汽車が甲津に着いた。純一はどこも不安内であるから、あまり遅くならないうちに泊まって明日の朝箱根へ行こうと思った。カバンと膝掛けとを自分に持ってぶらりと停車場を出てみると、ず抜けて大きい松の向こうに静かな夜の海が横たわっている。宿屋はまだ皆開いていて、灯火の陰に女中の立ち働いているのが見える。手近な一軒に都入って、止めてくれと言った。森外作青年朗読、その第55回、第22章途中まで。